そんな疑問がなんかこう、いや実際は聞いてないけど、なんか聞こえてきた。聞こえてきました。サイドコントロールから逃げたいっていう。サイドコントロールを取られてしまったら、まあその逃げ方っていうのもね、まあ、いっぱいあるんだけど、はい、だけどがっちりサイドコントロールを取られてから逃げるのは、うん、もうむずい。なるほど。うん。でもサイドコントロールを取られた瞬間に逃げたりとか、なるほど。相手がサイドに来てますよぐらいから逃げるのは、はい。なるほど。まだちょっと隙間があるときに、ならいける。うん。そう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 。だからあの。パスゲームをやってて、パスガードをされそうになってて、サイドコントロールから逃げると、うん、サイドコントロールからじゃあ逃げましょうねっていうのは全然違う。全然違います。うん。で、抑え込みおじさんから逃げるっていう動画を昔出したことあるんだけど、はい、岩尾みたいな、つけ物石、岩尾みたいな、そう、実家がつけ物屋さん、そう、あれはガッチリ抑えられてる状態、はいはい。だから相手が何かしてくる、十字固めとかマウントが取ってくるのに合わせて逃げるっていうパスがあるでしょ。今日のやるのは抑えられそうになっているところから逃げる。うん、なるほど。だからまあいわゆる0点で抑えるな。なるほど。パスガードをさせないっていうのでサイドコントロールから逃げるっていう。なるほど。抑え込みの逃げをやります。そうやって細かくやっていかないと仕方ない。ネタがないですよ。うん。この内部事情珍しく。ディープハーフクラブで今日は抑え込まれる前の逃げ方っていうね、これ悩んでる結構多いはず、うんうん、で今日は抑え込まれる前の逃げ方もやるんだけど、はい、まあ抑え込みってさ、例えばさっきのね、抑え込み逆にってよく言われるやっぱパスがこっち側が多いですよ。で完全に抑え込まれる前って結構ここぐらいに来てて、相手のフレーム腕がちょっと入っているとか、うん、膝がちょっと入ってるとか、うん、ありますね。でこっちがちょっと入りかけてるこんな感じとか、ここのうわーもうやばいみたいなさ、まだちょっと頑張ってるところ、そう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 、あのインディ・ジョーンズとかでよく見えるさ、ああ石がこの迷宮とかにさ、こう落ちてきて、ああもうダメだみたいな、ここの状況から、そうそう、どう逃げるかっていう、全然わからないけど、インディ・ジョーンズ見てない人は見てからこっちの動画にもう一回入ってきてください。長いかもしれない。はい、まあ、そこから逃げたいんだけど、まあ、よくあるのエビだよ、エビこうやってここを押して膝入れて、でこうやってガーデン戻すっていうね、やつあるじゃない。できた試しある？ない。うん、いや、まあ全く皆無とは言わないんです。ああ、まあでも、うん、まあ結構頑張ってそこで動いたら、そうそう、無にできることが割と、うん、そう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 、だから結構頑張らなきゃいけないポイントじゃん、こう。ああ、そうそうそう。でもこれってさ、エビだけじゃないんだよ、はい、逃げ方はさ、うん、で、今日はそれを説明しようかなと思うんだけど、うん、例えば、立って抑え込まれになりそう、あ、抑え込まれちゃうってなった時に大事なのは、手をもう絶対こうクレームを抜けてここに置いとく。ああ、こうやって2つ入れること、こうやって入れること、こことここ、これちょっと何が起きるかというと、こうやってハンドガードに落ちてる。おー、うん、これ足を押さえる意味もまあ割とあって、足が逃げないようにしたいんだね。こっちの足、あ、こう押さえ込まれそうってなった時に、よし、脇差しなんて取れた、よし、じゃあ行こうってなった時に、カビ症に回られたら大変なんだよ。あ、足が遠くなる、あーっつって、そう、こうなる。で、結局ガードに戻すって言っても、ハンドガードで、まあ、まず戻りゃいいやって考えるんだとか、うん、あ、抑えられたんだって、この足を抑える、こうやってこうやって、とりあえず紙処方までは回られないから、で、この足を浮かしながら挟む、足先浮かしてるんですか、そう、そしたらこれハンドガードになってるでしょ、はい、で、ここからギアが上げて取るっていう、おお、こういう取り方、あ、なるほど。これは、まあ、押さえ込まれないときに押すんじゃなくて、この相手がこう接近してくる、こっちの方に、この枕を取りに来る方の手に当たって、こっち側の脇を刺そうとする側の手の脇をしっかり刺す。おお。で、足首持って、ここ、あ、うわうわ。で、こうすると、いけてる。おお。
うん、流されて。これね、ディーン・リスターっていうね、昔のあの、アブダビコンバットのチャンピオンがいるんだけど、その人めっちゃうまかったの、これ。うん。で、なんか、めっちゃ簡単に抑え込まれるんだけど、これでね、すげえ逃げるね。へぇー。うん。だから、これはね、結構いい技術だと思う。逃げるに当たって。特にハーフガードとか足引かない人とかは、手で逃げれるから。あそうそう、足めっちゃ動かしてるわけじゃないですよ。そうここら辺にあるし、多分柔らかさがいらないと、割とおすすめ、うん、で、もう一個はエビなんだけど、はい、まあ、エビでも、まあ、いろいろやり方があって、まあ、エビのエビデンスじゃないけど、エビのエビデンスを混ぜました。カニデンス、カニデンスもいいけど、まあ、ちょっと今日はエビデンスでいきますよ、ね。うん、こうやってなった時にエビを打ちついてエビしちゃうとこっちの足が効かないから、はいはい、ここの腰のスペース、ここにね、突っ込まれちゃう。こうなるともう本当にダメで、これやっちゃうと、そう、もう全然そのエビしても逃げれるもんでもないっていう話で、大事なのは相手側に向かっていくことっていうのが大事で、こうなった時に、あ、相手来てるなっていう時にこうやってフレームをしっかりつけて、足まっつけて、足まっつけて、ちっちゃくなってる、そうそう、こうやって相手にこうに向かっていく。そしたら押されても、うん、ここで止まることがある。で、止まれる理由っていうのは腰を押さえてる。こいつが近づいてこないようにしておけば、これ以上、これ。なるほど。これが、こういうとこ押してると、腰が近づいてきちゃうと、俺がどんどん寝かされちゃう。こうなるんだ。なるほど。うん。だから、必ず腰を押さえて、ライン近づいて、で、ちっちゃくなる。ほったら、次に、こいつを強制的にお尻を跳ねて、こうやって中でこうくるっとお尻回せば、割と待てね、相手に近い方の足を、そう、こうちっちゃくなって、おお、こうやってお尻戻せば、地面を蹴ってるわけじゃないですよね。地面を蹴ってるわけじゃない、お尻を浮かして手の力でこうやって弾けばこうやって戻る。うん、これは割とそのフレームをキープしたまま戻せるんですよ。うん。うん、だから、あの、お尻が思ったよりも引かないと思うんだから、すごい丸々っていうイメージなんだけど、で、向く方向、相手の方を向いておいて、お尻が浮いて戻ってくるときに、お尻だけ正面に戻すっていうことですね。これがエビデンス。エビ。エビデン。うん。だほとんどの人はこれ使ってると思うんだけど、これに足回しをかませたりとか。してるのが多い。で、もう一つは、これはちょっと難しくなるんだけど、かなり有効な方法があって、あの、この抑え込みになりそうな時に、あ、抑え込みになりそうっていう時に、交渉、まあ、交渉もいいの。あ、ちょっと、じゃあ、3回分の給食を譲るからとかで、あ、牛乳もつくな。牛乳もつくだろう。牛乳はダメだっていう、そういう交渉をしている場合に、それもう3秒以内にやらないといけないから、早くちゃうちゃう。確かに、かなり厳しいです。だからもう、ちょっと前にやってもらえないといけないから、そうするのは難しい、実際は、はい。だから、こうなったら、あ、やばい、もう最後まで自分から紙芝居に行っちゃう。うわあ。で、両膝をこう腕の中に。両膝を腕の中。うん。全然こう、こうはダメ。片側に2本。なんでダメなんですか？これ両方側に入れちゃうと相手が俺の足を押し出すのが強すぎる。ああ、戻っちゃうから。なるほど。なんで両手と戦ってるものになっちゃうからね。絶対いいんですよ。そうそう。でも片手側、相手が体重乗せてくる片手側にこうやってこう膝入れる。ああ、硬い。逆の足ってまだ動かせるから。なるほど。で、最初パニックっちゃうの。え、どっち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 、はい、そういうのもなくすために相手がこうやってきて、そしたら近づいてきてる片側あるじゃん。こいつに両膝を、したら分かりやすい。で、距離作って足をクロスで回ると綺麗にも。で、これどっち側に回ればいいのっていう問題もあるんだけど、例えばこう膝入れる、で足みたいな。え、どっちもある。こっち、こっちみたいな。反転してると割と分かんないんだよね。で、これがね、
こういう風に回っちゃうと、これまた抑え込まれちゃう。こうじゃなくて、こう入っていったら、斜めに足を入れたら、お尻を相手側に向けながら、こういう風に回ってくる。うん、で、これ、別に回る方向をね、足どっち側から抜いてもいいんだけど、こっち側だったらこっち側、うん、こっち側だったらこっち側っていう感じで、うん、回る方向性っていうのは足を軸として、足を斜めに軸として、こうなお尻を向けるようにして回ってこれる方が正解、うんうん、これ完璧にやる人結構パスも難しいです。難しい、これ完璧にやられるとマジでパスできる。うん、だから最後だけちょっと難しいかもしれない、うん、だけどトライはしてほしい、うんうん、使えたら強い、うん、体柔らかい人が結構向いてる最初、うん、細い人が、うん、だから割と何だろうな、小さい人とかは中に体入れ替えやすいから、うん、回りやすい、うん、おすすめというわけです。今回は抑え込まれる前の、エスケープ、ぜひ試してみて、相手の脳筋プレーをやきもきさせてください。ではね、サブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。バイビー。